てんてんとしてる住所が、うん、まあ器場上こんなにあるの何回も何個もあるんですよ。ないうん、ないおおえっちょっとやばい住所あるよ。福島県相馬市。そう。まあそれは初期のこです、ね。うん。から三島は今もあるんだよね。ええー。 下中央区新富でしょ荒川区西日暮里、えー、港区西麻布新宿区新宿中央区日本橋富沢町杉並区清水これ上から上から下にこう映っていくのねそうだよね新しくそうだろうねうん首都10があってね10の方は静岡県には静岡県怪しいねこれね三島市のはで問題はどれがパチンコ屋なの <laughs> あの今はもうないんですけれどもね、うん、西日暮里ねあああそこねうん分かります場所,あの場所調べたんですよこれ全部、うん、で問題はねだからねそのパチンコの景品屋があった場所が住所になってんだよねでいろいろちょっと確認してあれなんだけども ちょっと最終確認はできてないのあの例の件は。あ、ヤフオクうん。そうですね、ヤフオク事件のことはちょっとまだ置いといて、うん、ただ、川島周船さんとの関わりが見えてきてます。うん、要するに、えー、どうもこの周辺から出た可能性が高い。断言はしませんまだ断言できないんですよ。でも、かなり可能性高くなってきました、今回の調査で。うん よくヤフオク事件のことは皆さんご存じですよね。なんか複製品があの出回ったって話ですよね。偽物、<う>イミテーションね。<う>あ<の>千代田のね、<う>あの皇,居皇居とかあ宮家にあるようなものが大量に出たわけだよね。で、その出所ね、出品住所がなんか限りなくそれに近い。 西日暮里の住所っていうのが、パチンコ屋さんの景品屋さんの住所なんですよ景品交換所のね。景品交換所じゃなくて、景品の、あ、そうです。そこの景品屋さんも、ヤフオクを出品してるんですよ。ああ、なるほどね。その同じビルに NPO があったわけね。同じ住所に。ちょっと一応場所も確認しました、これは。確認しました。私もよく知ってるところなんだけどね。 写真、あのー、ちょっと一枚お見せしますか。うん、これ、うんとこれは2016年ですね。うん、これ裏振れてんだけどね、こういうところでね、これ実はね、写真を撮ってて背中の方にですね、実はね、あのー、JR の線、あのー、ちょっと高架があるところなんですよ、これ。で、えー、JR の効果が ああ、千葉県方面から来て、山手線と交差するあたりにあるんです。というと、わかる人はわかると思う。うん、ちょっと、どういう地域かっていうのはね、敏感な人はわかると思います。そういう地域になります。今はないですけどね。うん、あと、私は、あの、気象に問題じゃないかなと思うのが。うんちょっと。すごい数の資料がありすぎて。 だってまた出てくるものはまた大変なことになってんだよね。ててねこれなんです。うん、2011年にこういうことしてるんです。アリ、うん、の手の船さん。ああ。で、小さな,な、なぜかマイナスイオン大,大量発生器っていうものをパチンコ屋にあげてんのこれあの。震災があった翌月に放射能除去をするマイナスイオン発生器っていうのを。 パチンコ屋さんたちと、うん、これ、パチンコ業界ニュースね、あのー、これ、サイト載ってんだけど、えー、っと、あ本当だ、福島県相馬市のほうにい、32台1000万円相当を寄贈。えー まあ、いわゆるマイナスイオン大量発生器、イオンメディックオーリラというのは何かというと、パチンコ屋の中でイオン発生器を置くんだけど、これを避難所に寄付したって話だね。で、これをですね、あのおそらく税金対策で、えー、小さな兄の手に寄付して、それを寄付、そうすると、税金対策になるんですよ、パチンコ屋。そういう形でね、あの川島州の名前も立つし、そういうことでは、まあ、パチンコ屋にうまく利用されたわけだね。 その当時、ねうん、文芸集中にのちに乗ってたんですけれども、船さんがこう震災の時の奮闘記みたいな、うんうん、自慢話いっぱいしてましたあ。そうでしょうね。で、これは要するにね、このマイナス4、8世紀のメーカーにとっては、ね、あの宣伝になるから、頑張ってやったってことだよね。うん、その手先になったということだけどね。まあ、そんなような細かい話もいっぱい出てくるんですけれども、これですね。パ、うん、パチンコ屋パチンンココ屋屋これは こういう感じですね。うん。パチンコ屋さんでこの48生紀をね、えー、GSD と AM がマイナス48生紀を発表した。まあこういうようなね、まあパチンコ業界なんですよ、まあ、これも、うんこれ。これの売り込み営業も兼ねてたんじゃないですかまあそうだよね。売り込み営業で避難所にも設置しようということでね。あの、縁のある相馬市にね、行ったわけだね。うん。まあそういう点ではだからね、今回のね、事件っていうのは、もうある意味では、 我々がずっと言ってたことを危惧してきたことをまさにそのまま起こしてしまった。もう、これですよ、これ。これ。ね。この団体も検索すればわかります。出てきます、ウィキペディアに。うん。どんな団体かわかります。で、さっき言ったように、この方のお父さんがこれですから。ね。そういう点では、 直接ですねええー、宮家の外籍は反社とつながったと言ってもいいと思うつながってたんですうんそうでそういう人間が持ち込んだ事業やアドバイスを受けながらいろいろやってたでもアドバイス受けたって大した発想してないからこれ結局金集めやったんだな 金集めの活動は見えるんですよ、義援金、義足とか、義とか、でもその他の現実的な、具体的な稼働っていうのは、全く見えないです、うんうん、さっきのようなね、例えば、あのー、東日本震災でね、あったんだよね、共産党なんかでもやってたんだけど、金集めやるじゃない。で、もらったらさ、全部を持っていくんじゃなくてさ、一部自分のほうに抜いちゃうわけだよ、そういうことやった可能性もあるよ、これ。うんうん NPO 法人っていうのはさ、もう一種トンネルができるからね。だからちょっとね、この間、あの、実は、あのー、まあ、ちょっと坂東忠信さんね、元警視庁のね、ちょっと意見交換して、えー、ちょっといろいろ資料もらったのね、やっぱり NPO 法人を抜け道にして悪いことをやってるね。政治的に悪いことをやったり、あれ経済的に悪いことをやってるってところも結構あると。 で彼はそれなりにまとめた資料をくれたのね。今度僕、メルマガに書いていいって言うから書くんだけどね。あの、なんか彼もまた2月1日にね、対談できると思うんで、やると思いますけどね。あの、まあ、コラボの問題が始まって、実はそういうものにもね、やっぱり手をね、染めてたわけだよね。川島氏はね。で、そういう、なんでここまでね、金休めしなきゃならないか分かんないんだけどね。うん。そういう点ではね、ちょっと今回の問題って、 えー、多分ね、これ逮捕するときに、まさかね、警視庁も、これ、川島船氏とつながるとは思ってなかったと思うのよ。で、川島船氏は、もう明確に、栄宮家の外籍なわけでしょ。で、これはだから、犯罪やったと。でも本人は否認してるけど、俺、犯罪じゃないと、500万円預かったのはね。 確かだけど脅迫してないとか言っ,て言ってるらしいけど、まあ、語るには落ちるんだけどね。一方でね、KK 母のように、もう明らかにですよ、遺族手当ですね、遺族年金をね、長年にわたってもう届け出をしないままし取し続けてね、傷病手当,手当まで、これは傷病,傷病手当も間違いなくこれ、差しだからね。 こういうことをやっていて、なんかちょっとネットでね、どなたかが検察に問い詰めたら、検察が開き直ったのかな、なんか知んないけど、女性の係官がね、いや、皇室に関係ある人なんか操作できないんだって、開き直って言ったらしいって話なんだよ私が聞いてないから、<え>うん、今ちょっと話題になってるんだよね、<laughs> <laughs> <laughs> それが。ちょっとね、聞き捨てならないんで、私もちょっと確かめてみようと思うんだけどね、まあ、そういう差別がね、通じないじゃないかと。 でまさに我々があの心配しているね、反射勢力がこうやってどん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 高質利用で入ってきちゃってると。そういうことに分ける甘いね、エミア家やっぱりね、ちょっとね、そろそろなんかしなきゃなんないですよ、これは。うん。ということを示してるんじゃないかなと。私は思いますね。うん。であとね、やっぱり今ちょっと今日はね、 あの決定的な話までしませんでしたけど私はヤフオク事件ってのはどうも消せないんでずっと気になってたんですよ要するに最終的には変な話だけどあれ当時皇太子妃のせいにされちゃったんでしょ皇后陛下のせいにされちゃったんですよ皇后陛下やるような動機が考えられないんだけど皇后陛下の妹さんのせいにされちゃったんですよ、うん、でもねまさかこう日暮里の方でね 日本の方でだよ日本の方で出品したんでしょというような状況証拠があるわけでしょいや、あのー、絶対とは言いも、うん、限りなん近いと、うんうん、いうことなんですよ。だからもうこれ状況証拠的にで出ただけでも私はねもうはっきり言うと限りなくなんかグレーになってきたなと、うん、川島修士は。うん、川島修イコールあれですよ。 ええ見分けですよこれはでも、この人と付き合いしてる時代で、もうブラックじゃないですか。ブラックですよ。な何かアドバイスをしたとしたら、そういうアドバイスしたかもしれないよ。うん、そういうのないの持ち出せないのイミテーション作れるよ。の最初からお付き合いがあるんだから、そうそう途中からなんか騙して入ってきたわけじゃないよ、ね。じゃないよ。そういうニュアンスの書き方したら違うよ、これは。うん だって他の裁判資料を見ると初めから知り合いだって。だまされたんじゃないからね、うん、この人に、うん、しかも、この NBO 法人ができる前から知り合いだって言ってるからね、ちゃんと。で判決にそれ書いてあるからね、うん。だからね、もう、なんていうかね、本当言うと、おこの人たちね、キーコさんやね、このシュウさんのお父さんも脇が甘い人でさ、在日のあのパチンコ経営者とさ、付き合っちゃって、逮捕歴のあるね、うん、一緒に韓国行っちゃったり。 あるいはあのー、はっきり言えばいろいろ問題のある団体にね学生連れてっちゃったりで自分はそれはもう誰とても分けてなくつき合わなきゃいけないんだって信念があるんだなんて言ったらしいけどねで今回のケースで言うとヤフオク事件でそれがねそういう周辺に関わってる可能性がある。 いう点ではちょっと重大だなと私は思うけどね、うん、可能性があるっていうだけで重大です、ねうん、大でもこれ可能性だけで済ませませんからねうちはちゃんと調べ上げようと思ってます、うん、でこういうことが次々にね明らかになってね一向に何もね声を発さないんだよなうん。うまあ変な変な何とかしんっていう連中が大騒ぎしたり で皆さんこ、これ今日もお願いしたいんですけど、この動画ね、消されないためにね、フィードバックお願いしたいんですよ。うん。最新の注意を払ってね、言葉遣いはね、それでも伝わるようには言ってるつもりですけど、今日はもう一つののろしで、調べたことをちょっとね、お料理これ、やってきますから、このテーマは。うん。これ、事件になっちゃったんで。同じですよ、これ。あっちの KK だって事件起こしてるんだよ、すでに。 これについて本当に何もできないのか、日本の政府はね。うん、これは大変なことですよ、今。うん、8、9、3が入り込んでたんですね。うん、まあ、まさに自分で進んでこれ、付き合ったのかな、ね、と思っちゃうけどね、なんかね、別の人がね、いや、これなんか本人は知らなかったんでしょうなんてね、善意で解釈してる人もいたけどね、善意だろうが、なんだろうが分からんけど、付き合ったことが付き合ったことになるんだよ。うん しかも今、警察が全力を挙げてね、あの、危険視してね、あの、もうすごい今の、この世界ではね、一番の対立構想で、いつ火が吹いて、あの、昔あったね、なんとか構想事件に発展しかねえないかって、警戒してる、まさにその当事者なんだよ、これ。そういうところと、キーコ、秘伝家のですね、実定は、ビジネスパートナー。 もしね、間違って騙されて付き合っちゃったんだったら、うん、分かった段階で警察に相談しますよね。普通はそうだ、ねうんうん、で、しかもこれ、もっと出てきますよ、これ。事件、ずいぶん起こしてるよ、この人。だって、自分でも言ってんだよ、これ。あのー、これ、あれですよ、判決、令和2年3月10日の判決の中の文章にしあ,のあるもんだけど、峯岸は、恐喝は自分のなりわいであるとして、 トランスデジタル事件で逮捕されたことや、電通の子会社である電通ワークスの不正経理をネタにして恐喝をした話を聞かされた。これ、判決に載ってる文書だからね。事実として、その、要するに最終的な判決ね、これね、主文判決面白いんだよこれ、あのー、被告人無罪っていうのがね、あの、私文なんだけどで、その理由の中にいろいろ書いてある中にこれ書いた。要するに峯岸が訴えてきて、 相手にあの脅迫されたって言ってるんだけど、脅迫してるのお前じゃないかと <laughs> いう文章なんですよ。裁判官が書いた文章、これ。それの中でこういうこと言われる。恐喝が成り上げだって自称してる人間と NPO の仕事したんですよ。どう申し訳するんだかね、これ。これ、本当かって、普通の社会だったらやけ、エイミー家に説明責任があるよ、これ。エイミー家に。 憲法の前でね、国民はすべて法の前で平等なんですよ。あんたたちに関わったからって言ってね、捜査がされない、被害が。経験問題の遺族年金を差しされたってのは被害者は我々れれなんだから。犯罪法上をする皇族ってどこにいるんだい もうだからね、核としてはもうだめなんだよ、皇族としては。なんでこんなもん養わなきゃなんないの、うちらなんとかしんでもなんでもね、狂ってりゃいいんだよ、いつまでも。一緒にどっかの外国出てってくれよ。本当にもう、ふざけすぎだよ、これ 何言ったってダメだよ。これも犯罪でないなら、犯罪でないと反論してくれよ。捕まってんだから。本当信じがたいよね。これはもう、私はもう、これから始まる、これもう一つの裂け目ですよ、これ。もうすでにね。 M 氏の結婚で大きな穴が開いたんだけどもう一つの方からねえ宮家があって右に長女が何か起こしたら左側でね弟が何かやってんだよ本人たちも変なことやってんですよ泊まりもしないホテル泊まったような話したりこれ意味分かりますかね起きてることの これ皆さんあれですかポシトテンパに決まってるから、我々の象徴にするんですか犯罪にかかったものなんかね、象徴なんかできるわけないじゃない。それをね、良しとするようなね、政治家や官僚っていうのは本当にね、植民地のね、傀儡だよ。自分の国を持ってるって自覚がないんだよ。 こ,こまで言われてね何もせんのかねみんないや聞いてる方はやってますよ電話かけて政治家やさなんか何もしないの声しめてね死ぬあなたは付き合わないようにしようなんて言ってるのもいるわけでしょ 付きわなくたっていいよ。私は発信するんだ。本当に信じがたいですよね。実はね、今日ね、いろんな、実はもっとね、資料持ってます。全部改示したら何時間かかかかんないからね。それで皆さんわかんなくなっちゃうから。ともかく出発点はね、今日発売になった女性セブンの2月9日後、まずこれを読んでみてください。 これを読んだ上で、この動画で言ってることを足してみてください。とてつもなく恐ろしいことが起こってるってことを実感できると思います。そして今まで言われてたいろんなこと、見えてきましたよ。ヤフオク事件だって。必ず解明しますよ、私は。で、やっぱり最後は。 チャイナルートつながってるチャイナルートですよ。飯を食うのもチャイナルートなんだから、うん。まあそういうことなんでね、まあ今日はちょっと緊急でやりましたけどね、あのー、またちょっとまとまったものをですね、また土曜日の「ニュース上一郎」でもね、新しい内容も含めてちょっとお知らせしますし、調査進展したらこれもね、 おいおい行っていくことになると思います。なんかあのー、鳥羽国際ホテルのね、ホームページっていうかね、サイトのなんか歴史の部分がね、我々散々言ってた、二重になってる部分が直されたみたいだけど、やっぱりあれでしょ久しぶ殿下あ、令和4年10月、来白っていうのは聞いてないわけでしょまあ、止まったってことを言い張るわけだよね。ホテルとしてはね。止まってないって聞いてますけどね。私は。 ホテルの関係者だけじゃなくて、地元の関係者に聞いてますけどね、どうするんでしょうね。お写真どうするんだろうね。ね写真、合成,合成かね、やっぱ合成しかないんじゃない得意だからね。いや、あの、ただね、これだけ言うんだよ。来た分だけ全部貼ってないんでね。入れ替えをしてるみたいだから、いや、今ちょっと閉まってるんですよって思うかもしれないよ。うんうん、でもたい、あれ、後で照合したら、大抵のあったね。うん、大抵のあった。うん こうやってごまかさなければならない法室って何なのうん、室をごまかさなきゃならないと、それが一番不敬なんじゃないかと私は思うけどね、うん。何を隠さなきゃならないのか。またいろんなドロドロしたものがね、調べて,て出てくるんだよね、これも。昨日もね。昨日も昨日どいことが出てきて。肌より衝撃的だって言ってる人も結構います、ね。いるよね。うん まああのー、でこういうことってね、もうはっきり言って、隠そうと思う人は無駄だと思うんですよ。だってね、僕らもびっくりしてるんだけどね、一人、二人、例えば秘密守って、例えば5人が限度だと思うんだよ。何百人も知ってることだから、あるいは1000人以上は知ってることだから、我々言ってることは。<laughs> 昨日垂れ込みあったんですよ。垂れ込みあったねそ<う>、うん ええ、宮さんのたいのことについて垂れ込み、タレコミ。まあ、これはちょっと、今日はもったいないからね。明日メンバーシップ。十分の時間がないからね。明日メンバーシップで、皆さんお知らせしますよ。あのー。そんな話でも、簡単な話じゃないから、具体的な場所とかね、かなりね。細かい情報が入りました。あのー、もう、なんていうかな。そういう。人間っていうのは。 親がこう育てると同時に自分育てってのもちゃんとやんないとダメだなっていうふうに思ったね。うん。まあそういう点ではね、本当に残念なんだけどね。あのー、ここまである意味じゃ、タイの人たちにはみんなを分かってる話だからね。こういうのって、タイって国はどういう国かってのは私はもう、あんまり余談を持って言いたくないけど、ひどい国だったらあれだよ。どんどんせびられるよ。 うん、なってないことを祈るよ、俺。なんかのたびに、私はあの結局、最終的にはタイで名誉学位取った11学位でしょ、あ全部、俺、最低1つ、1億以上かかってると思うよ、あのー。宮内庁のサイトには8つしか書いてなかったんですけども、も山市内に,に11書いたんだよ個だった。 タイの学位十一個だったんです。や、八つじゃなかったの。うん、お孫は、だから、あの、まさか宮内庁は、あんな、せねえと思ったんで、十一って聞いた時に、うん、や、他の国でももらったかな。ブラジルもパラグアイもあったからなぐらい思ってたんだけど。あの、タイだけで十一個あったんです。宮<の>、うん、内庁のサイトは八つだったのでうん、うん、に、山科に十一個って書いてあった、うん。山科自体がね、どっぷりだからね。うん。まあ、だからね、まあ、ちょっと。 いろいろ垂れ込みって言ったら、行きたい言い方なんだけど、告発いっぱい来てて、写真もいろんなのがあっても、ちょっと参ってるんですよ、見てて。予測したとおりのものが来たりするんだよね、白線についてとかね。うーんいや、だから、これ、順々にやってきますから、皆さん混乱しちゃうと思うもんね、これ全部出したら、いっぺん出したらね。問題をちょっと整理しながらね。とりあえず、今回はね、もう、 女性セブンにも、で、これ、普通のテレビでもね、FNN とかね、えー、テレ朝でもこの事件を、事件自体は報道してるけど、その逮捕された人間が、えー、川島修氏と一緒にやってるパートナーだっていう話はほとんどされてません。されてないんです。そういう目で見て、だから、あえて言えば私はこうやってね、峯岸はじめ。で、あと、雷神ですよね。RIZIN の雷神。 結びつけて皆さんね YouTube の動画の検索欄をやったりあるいはですねあ,のあれですよねネタ,ネタなんだっけあれネタサラスとかねうん中央正解者とかねこの辺をですねどんどん検索してみていただくといかに今日私が言ってることが重大かということも皆さんのまあ一つの作業として共通体験として。 情報共有でできると思いますのでぜひやってみてください。ということでね、えー、まあ、きちょっとはや早いってこともないんだよね。 もう眠いのに頑張ってるってお話を聞いてるんで、今日はこれでお開きにさせていただいてね、あの、私もちょっと連日、ちょっとくたびれた面もありますんで、お開きにさせていただきます。今日も皆さんね、今日本当にえたくさんスパチャ投げていただいてありがとう、いつも本当にありがとうございます。寄付講座にもいただいておりますしね、動画も見ていただいて、で、本当ギリギリのところでね、なんかね、いろいろ攻撃かけてるらしいんですよ。だから、フィードバックの方も皆さん、 ぜひお願いしたいですし、合わせてね、どんどんまた SNS でもね、話題して、今本当はありがたいね、ツイッターどんどん話題してくれてるのね、いいです、ああいう形にすごく僕嬉しい。あの、僕がこういうこと言ってたよって話で、一言ずつ書いてくれて、広げていただいてる方増えてるんですよ。これがね、結構ね、ありがたいなと思ってます。ぜひですね、広げていただいて。また、ネットの世界ではね、結構ね、私が言ってることって、 あの、前から常識っていうような面があるんだけど、一般には知られてないんですよで。私はなるべくですね、あの、一般の人に分かりやすい形で何か裏付けをつけてやってるんでね、まあ。そういう点でもなんか逆にネットの世界で掘ってて、お気づきの点があったらね、あの、いろいろ連絡してください。あのー、概要欄にはね、 あの連絡用のアドレスもありますんでね結構それ役に立ってんですよ私もいろいろ見てますからねあのぜひいろいろ教えてくださいということで今日はですねこれくらいにさせていただいてと思っております引き続き頑張りますんでねぜひ、えー、ですね、えー、皆さんの方でもですねいろいろ広げていただければと思います、えーまえー、メンターシップ明日取ってくれる,る本当は今日ね取る予定だったんですちょっと準備が大変でさ うん、あの、明日は明日で準備終われるんだけど、なんとか取れると思うね。うん、メンバーシップが、うん、ね,ね。はい、メンバーシップし出しますんでね。ということで、今日は失礼いたします。どうも。